はい、こんにちは。今日は中国経済の情勢についてお伝えしてまいります。まず結論から申し上げますと、中国経済は連鎖する不動産、消費、雇用の縮小、そして少子高齢化と労働人口の減少により、経済成長モデルに不透明感が増していると考えられます。そして現状、中国経済は景気後退、リセッションに直面している可能性が考えられます。順を追ってご説明しますと、まず中国の高齢化という問題はですね、国内消費の拡大と増加する債務の抑制という中国政府の目標を脅かし、中国経済の長期的な成長見通しに深刻な課題を突きつけていると考えられます。中国経済に占める家計消費の割合はすでに世界で最も低い水準にあると指摘されておりまして、年金や高齢者福祉を担う地方政府の多くは、数十年にわたる信用による投資主導型成長の結果、多額の債務も抱えております。さらに2023年には出生率が過去最低となり、2年連続で人口が減少しました。労働人口も大幅に減るということも考えられますので、こうしたことから政策当局者が懸念する構造的不均衡が悪化する可能性が考えられます。そして2年連続で人口が減少したということは、若くて豊富な労働力が売りであった中国の急速な高齢化ということにつながる可能性が考えられます。このことは世界2位の経済大国と報道されている中国の生産性への懸念材料になっております。2023年末時点の人口は14億967万人と報道されておりますが、前年から208万人減少しました。約60年ぶりに人口減を記録した22年の減少幅85万人よりもさらに大きい結果となりました。出生率が 1.0 を保っても、2100年には中国の人口は4億人未満に落ち込みかねないと、アメリカウィスコンシン大学の人口統計学者イー氏は指摘しております。労働力の高齢化も急速に進み、不動産バブルなどの影響で経済の低迷が長期化する中、世界2位と報道されている中国の経済大国としての生産性をめぐる懸念は強まる一方であります。今後10年間では現在50歳から60歳の約3億人、この世代は中国最大の年齢層集団でありまして、アメリカのほぼ全人口に匹敵しますが、この3億人が退職する見込みであります。こうしたことによりまして、中国科学院によりますと、2035年までに年金制度が資金不足に陥ると予想されております。ヴィクトリア大学メルボルン政策研究センターのシニアリサーチフェロー、シュージェンペン氏は、中国の年齢構成の変化は経済成長を減速させるだろうと指摘しております。アメリカウィスコンシン大学マディソン校の人口統計学者イー・フーシェン氏は、中国の年金危機は人道的大惨事に発展すると指摘しております。日本でも少子高齢化ということによる年金問題ということが報道されておりますが、日本の場合は高齢化が加速する以前から高所得国であったという指摘もありまして、中国とは情勢が異なるという指摘がされております。中国第二の年齢層集団である30歳から49歳の約2億3000万人は、子どもの教育に出費し始める消費の最盛期を迎えております。この層が50歳代に達しますと、子供は就学を終え自分で収入を得るというふうになるため、子供への出費、つまり国内消費への参加は少なくなると予想されます。そして将来的にこの層に変わることになる現在の20歳代の人口は1950年代以降で最も少なくなっております。これは1980年から2015年までの一人っ子政策の結果によるものと見られています。人口統計学者によりますと、どの経済体でも子どもの数が域内消費と直接相関していると指摘されております。こうして中国国内の市場の縮小が起きるということがありますと、それは中国が輸出依存度を高めることへとつながる可能性が考えられます。中国はすでに信用フローを不動産業から製造業へと切り替えております。ただ労働人口の高齢化によりまして、イノベーションを起こすインセンティブが低下し、生産性の向上は鈍化していく可能性が考えられると
指摘されております。ですのでこのままですと中国は世界2位の経済大国と報道されている情勢から陥落する可能性が現実味を帯びてきているように見えます。こうした中、中国市民の実感としては現状不動産、消費、雇用の縮小により中国経済は景気後退をしているという実感がですね広がっているという指摘があります。中国市民の実感は景気後退、連鎖する不動産、消費、雇用の縮小、中国の公務員試験の前夜、チャンさんは心配そうに寮の廊下を行ったり来たりしながら回答の練習をしていた。難関校の中国人民大学を卒業したチャンさん、メディア業界で100回以上も就職を断られたチャンさんの望みは国家プロパガンダの仕事に就くことだった。若者の失業危機が叫ばれる中、公務員の求人 39,600 件に過去最高の260万人が押し寄せ、結局チャンさんは落とされた。消えゆく向上心。中国では16歳から24歳までの約1億人のうち、昨年6月時点で4人に1人以上が失業していた。調査によると中国の Z 世代、1990年代半ばから2010年代序盤に生まれた世代は全ての年齢層の中で最も悲観的だ。内需不振に対応して企業はコストを削減しているため、就職できても収入は期待より低い。人材紹介会社ジャオピンによると、中国の38の大都市で昨年第4四半期に雇用者が提示した平均給与は前年同期比で 1.3% 減少した。1980年代以降ドルベースで約60倍に拡大した中国経済にとって、これは歴史的なムードの変化だ。経済成長は主に製造業とインフラへの巨額投資を通じて達成したものだが、このモデルは約10年前から成長よりも債務を生み出すようになった。その一方で中国は製造建設業ではなくサービス業の高技能職のために学生を教育した。だが家計消費の低迷と金融、ハイテク、教育産業に対する規制強化により、そうした学生のチャンスは減っている。ジャニス・チャンさんは2022年遅くまでハイテク業界で働いていたが、家族の緊急事態に対処するために退職した。自分の経験とアメリカでの学歴を考えれば、新しい職を見つけるのは簡単だと高をくくっていた。ところが、チャンさんが見つけたのは15時間シフトのソーシャルメディア、マーケティングの仕事だけ。だから間もなく退職した。不動産危機。上海で高級コーヒーショップを経営するヴィンセント・リーさんが17年に観光地の海南島に400万元、55万8612ドルで購入したマンション2軒は、かれこれ3年も賃貸と購入の問い合わせがない。不動産市場は飽和状態だとため息をつく。中国人民銀行、中央銀行の最新データによると、19年時点で都市部の約3億世帯の 96% が少なくともアパートを1軒所有していた。中国の家計貯蓄の約 70% は不動産に投資されている。21年に不動産市場の低迷が始まって以来、一部の都市ではマンション価格が3分の1に下がり、オーナーは支出を切り詰めていると不動産業者は言う。最盛期には経済活動の約4分の1を占めていた不動産セクターは、今や中所得国の罠を逃れようとする中国にとって大きな脅威とみなされるようになった。ジョンズ・ホプキンス大学のアルフレッド・チャンドラー政治経済学講座のユエン・ユエン・アン氏は、大きなリスクは旧来の成長源の減少による影響が大きすぎて抑えきれなくなり、新たな成長源を阻害することだ。そうなれば中国は移行期から抜け出せなくなる可能性があるという。中国市民の生活に影響を与えているのは国内政策だけではない。台湾、ウクライナ、南シナ海をめぐる西側諸国との外交的緊張により、中国の外国直接投資は初めて流出超過となった。デビッド・フィンチャーさんが営む上海のコンサルタント会社は、アメリカの制裁により先端半導体のビジネスを行えなくなり、重要な収入源が閉ざされた。このように報道されております。こうした情勢の中、不動産バブル問題に端を発しました中国経済の低迷やゲーム産業への規制など、そうしたことをめぐりまして、中国経済への信頼感が揺らぎ、さらには消費者の支出や企業の雇用、投資を圧迫していると考えられると思います。このままですと中国経済の長期的な潜在成長力が損なわれる悪循環に陥りかねないという可能性も考えられると思います。ですので中国市民の実感としては、景気後退、連鎖する不動産、消費、雇用の縮小というのが正直なところではないかと思います。中国政府は去年1年間の GDP、
国内総生産の実質成長率についてプラス 5.2% だったと正式に発表しました。しかし、職に就けない新卒者、アパートの価格が下がって貧しくなったと感じる不動産オーナー、前年より収入が減った労働者にとっては実感はマイナス成長ということなのではないかと思います。中央国際交渉学院のジュティアン経済学教授は、中国はリセッションの最中だ。10人に話を聞けば7人は悪い年だったと言うだろうと指摘。地震喪失の悪循環を断ち切るために政府はもっと景気刺激策を講じるべきだと語っております。中国ではですね、地方政府が不動産土地使用権の売却収入で財政をやりくりし、景気対策のためのインフラ投資の原資に充ててきたということがありました。その際に地方政府が抱える投資会社融資平台を使って資金を調達してきました。しかし、この融資平台の債務がですね、増加の一途をたどっております。その規模は IMF 国際通貨基金の推計では2022年の時点で57兆元約1100兆円に及びます。さらにですね、中国当局は多額の負債を抱える地方政府の投資会社融資平台に期間364日のオフショア債券発行の停止を指示しました。この364日の債券の発行ということによりまして、この融資平台が抱える隠れ債務問題というものは本当はもっと増えている可能性も考えられると思います。ですので、こうした不動産の値下がりですとか不動産バブルの問題というのは、地方政府が今まで土地使用権の売却収入で財政をやりくりし、融資平台で資金を調達し、景気対策のためにインフラ投資の原資に充ててきたという、こうしたですね、構図が根底から揺らいでいるということを意味していると考えられると思います。こうした中、2023年10月には習政権の肝煎りで中央金融工作会議が開催され、共産党の指導を強化する方針が示されました。さらには12月の中央経済工作会議を経て、1月には中国人民銀行、中央銀行も党の方針に従って金融緩和とリスク削減を進めると表明しております。こうした金融分野へのグリップの強化というのは、戒厳令とでも形容すべきものだと指摘されております。つまり、ある種の金融戒厳令というようなですね、状況ではないかという指摘であります。習近平政権は金融リスク処理をしなければならないという意識を強めていると見られます。こうしたことから、2024年には地方政府の債務の処理、中小金融機関の清算と合併などが進む可能性も考えられると思います。習政権の下に共産党に権限を一元化することで問題処理ということを進めていく、そうした可能性も考えられると思います。ただ、西側の金融モデルとは根本的に異なるという部分が結果的に強調され、市場のメカニズムを活かせなくなりますと経済効率の低下を招くということも考えられると思います。またそうしたことをしますと、中国市場の不透明感というものが増しまして、海外の投資家などがさらに引いていくということも考えられると思います。またこうしたことを習近平指導部が進めていくということになってまいりますと、国務院や地方政府の抵抗なども考えられると思います。それは中長期での経済政策を定める共産党の重要会議三中全会が2023年中に開かれると見られていましたが、まだ開催のめどが立っていないというところにも見えてくると思います。ですので、習近平政権の下に共産党に権限を一元化し、地方政府の債務の問題ですとか中小金融機関の清算や合併などを進めようとしたとしてもですね、なかなか容易ではないという可能性も考えられると思います。しかし、そうしている間にも地方政府の財政破綻リスクは上昇し、不良債権処理の問題もなかなか進まないということになっていく可能性が考えられます。そうなりますと、さらに若年層を中心に雇用所得環境の厳しさは高まり、個人消費も伸び悩み、需要が減少することで企業の業績懸念も高まり、経済のデフレ傾向も鮮明になっていくというですね、悪循環が進む可能性すら考えられると思います。そうなりますと、財政悪化によって年金支給額の削減などを行う地方政府が増えてくる可能性も考えられると思います。
そうなってまいりますと、習近平政権としては財政余力のある地方政府と厳しい自治体を統合し、社会保障制度の持続性を高める方策なども打ち出すということもですね、理論的には考えられると思います。しかしこれはですね、地方政府やあるいは住人の反発などを考えますと容易ではないと考えられると思います。ですので、中国経済の現状、作りすぎてしまった不動産、不動産バブルの問題、海外企業の撤退、株式の低迷、そして地方政府の財政難によって公務員の給料が未払いになるなどの問題もありまして、ここまで問題が拡大してしまいますと、規制や支援といったレベルではなかなか解決できないのではないかと考えられると思います。ただこうした中、もし不動産関連の新事業の繰り延べまたは中止などが相次ぎますと、ある種のですね、緊縮政策と同じような効果が中国経済に波及してしまう可能性が考えられまして、そうなりますと猛烈なデフレが起きる可能性もありまして、そうなりますとさらに不況が長期化し、貨幣の信用不安が起きてスタグフレーションになる可能性すら考えられると思いますので、習近平政権としてはこの不動産バブル問題に端を発した経済問題、これをですね、解決するというのは習近平政権の体制の問題にも直結する大きな問題になってきている可能性が考えられると思います。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、このチャンネルも多くの方々にご登録いただきました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。